異例の言及だった。日本代表のバヒド・ハリルホジッチ監督は、25日、都内で記者会見を行い、9月1日の W 杯アジア最終予選 UAE 戦埼玉、6日の同対戦バンコクに臨む日本代表メンバー24人を発表。昨年11月にハリルジャパンで初招集されてから常連だった FW 金崎夢生、鹿島が落選し、その理由を指揮官が自ら説明した。一つ言わないといけないのは金崎夢生のことだ。リストに入っていたが、前節、残念な態度があった。日本代表の候補である選手があのような態度をとってはいけない。それが理由で外した。20日の J1 湘南戦で途中交代を命じられた金崎は激高。ベンチ前で握手を求めた石井正忠監督の手を払うような素振りを見せ、不満を隠さなかった。これにハリルホジッチ監督も反応。日本代表の基準として、全フットボール選手に伝えたい。このような行動をとると、A 代表には入れないと指摘し、彼の態度は私には受け入れがたいと厳しい口調で切り捨てた。全選手に伝えたいが、こういう行動は A 代表の基準に達していない。A 代表にとってというだけでなく、若い人たちの良い例になるのかということだ。模範となるべき日本代表選手としてふさわしくない態度を見せた金崎に怒り心頭で、今後の招集についても、この先のことは全く考えてない。UAE 戦の準備に集中しているので、その後また考えると話すにとどめた。